はい、えー、動画をクリックしていただきましてありがとうございます。おそらく、このみんなの銀行というアプリをね、えー、気になってクリックされた方は、まだ講座解説されてないと思うんですけども、講座の解説は非常に簡単です。えっ、ー、とね、アプリで完結するんですよ。 えっと、アプリをダウンロードしていただいて、で、そこにね、必要な、ああ、まあ、個人情報を打つわけですけども、免許証だけ用意しといてください。もうそうするとね、えー、作れていきます。免許証以外の作る方法もありますけども、えー、今回は免許証で作れますよというふうに言われ、言わせていただきますね。えー、その他の方法もアプリをダウンロードしていただければ、あ何があればできるのかわかりますんで、まずは、あとアプリをダウンロードしてみてください。そして、どうやって収入にするかなんですけども、あの、紹介コードっていうのがあります。 んでえ動画の概要欄の紹介コードからあ下の URL をクリックしていただいて手順を進めていただければよろしいかと思います動画の中にある紹介コードですけどもねこちらの方を使うことによって、えー、あなたに1000円入ります、えー、そしてですねこれ紹介コードを元にアプリをダウンロードしてまあ、個人情報を打ち込みますと今度はねあなたの紹介コードも作られるんですよですので今度は あなたの紹介コードで同じように、まあ誰かにね、このアプリをダウンロードしていただいて、で、紹介コードを渡して、その方に1000円をプレゼント。と同時に自分にも1000円プレゼント。え1000円1000円で合計2000円っていう形になりますけども、まあこれを進めていただいてですね、MAX30 万円までまず目指して、コツコツと稼いでみてはいかがでしょうか。このみんなの銀行ってのは、あまりまだ知られてないんですけども、これからね、この手の、 うん、決済会社、銀行っていうのが結構出てくるんじゃないかなと思います。何を隠そうこのみんなの銀行ってアプリなんですけども、いろんな金融機関とクレジットカードと紐付けることができてですね、かなり使えるんですよ。まあ私まだそこまで行ってないんですけども、とりあえずはね、このみんなの銀行っていうアプリを広めるだけ広めていきたいなと思います。そうして、そうすることによって多くの方が、まあね、1000円を稼ぎるネタを、まあ自分の中に持っていただければ、あ将来的には、 いろんなね、稼ぎ方を、覚えていく中で、その一つに使っていただけるんではないかなと思います。えー、ぜひね、えー、この動画を見られた方も、まだ、みんなの銀行、作られてない方ばかりだと思いますから、これから作っていただいて、それから周りの方に進めていっていただければいいんじゃないかなと思います。みんなでね、1000円ずつですけども、それでもね、月に1万2万にはなりますんでね、えー、ぜひ作っていただきたいと思います。何の、損もないと思いますんでね、やってみてください。それでは。